はい、どうも矯正歯科医の沖です。今回は3番目の歯が外側に生えている八重歯双生の矯正治療についてお話しします。生え変わりの際に2番目と4番目の歯が生えた後に3番目の歯が生えてきますが、この時に隙間がないと3番目の歯は外側にニョキッと生えて八重歯の状態になってしまいます。八重歯の型の中には2番目の歯がこのように内側に位置してカチッと噛んだ時に上の前歯と下の前歯が逆の噛み合わせになっていることもあります。八重歯は見た目の問題だけでなく歯が重なり合っていることで汚れが溜まりやすく不衛生になりやすい歯並びです。可能であれば矯正治療できれいに治したいところです。精密検査の結果をもとに4本の抜歯矯正を行うことになりました。治療期間は2年3ヶ月です。では実際の治療経過を一緒に見ていきましょう。これは上の歯列です。精密検査の結果をもとに前から4番目のこの第一小臼歯を抜くことになりました。2番目の側切歯という歯と3番目の犬歯という歯は重なっており、パッと見た感じこのどちらかを抜きそうなイメージがありますが、実際に矯正治療でよく抜く歯はこの小臼歯という歯です。2番目の歯は前歯の見た目の面で大事な形をしており、3番目の犬歯は下顎の動きをコントロールするのに大事な形をしているため、なるべく残したいところです。一方で小臼歯は似たような形のものが2本あるため、矯正治療ではどちらか一方を抜くことがよくあります。抜歯をする前に上顎に固定式の装置を装着しました。これは4番目の歯を抜いた後に3番目の歯を後ろにずらす際に奥歯が前に行ってしまい隙間が減ってしまうのを防ぐために装着しています。この固定式の装置は上下の奥歯の噛み合わせによって種類が変わってくることがあります。なるべく奥歯を動かしたくない場合には歯間矯正用アンカースクリューを使う場合があります。そして4番目の歯を抜いて全体的にワイヤーを通して3番目の歯を軽く引っ張り始めました。だんだんと2番目と3番目の歯の重なりが減ってきました。だいぶ3番目の歯が後ろに移動してきました。あと少しで3番目の歯の移動が完了します。3番目の歯の移動が完了したため赤いパッドを取り除いています。そして2番目の歯を並べる隙間を作るためにここにバネを入れています。2番目の歯が並ぶ隙間ができたため装置をつけてワイヤーを通しています。だんだんと綺麗なアーチ状になってきました。最後に細かな隙間を閉じています。これが装置を外した状態です。重なっていた2番目と3番目の歯がきれいに並ぶようになりました。次に横から見た変化です。本来であれば上下の犬歯がお互いに機能をして下顎の位置をコントロールしますが、外側に位置しており十分な機能を発揮していません。また上の2番目の歯は下の2番目の歯よりも内側に位置しており逆の噛み合わせになっています。上の歯に四角い装置をつけました。そして4番目の歯を抜いて3番目の歯を軽く引っ張り始めました。だんだんと3番目の歯が下に降りてきました。そしてだんだん後ろに移動してきています。隠れていた上の2番目の歯も見えてきました。ある程度上が並んできたので下にも四角い装置をつけ始めました。そして下の4番目の歯を抜いて3番目の歯をゆっくりと引っ張り始めました。上の3番目の歯の移動が完了しました。下も引き続きゆっくりと引っ張っています。だんだんと移動してきました。また上の前歯が並ぶ隙間ができてきたので前歯にも四角い装置をつけて並べ始めました。上の前歯が並んできたことで
前歯の逆の噛み合わせが治ってきました。そして下の前歯にも四角い装置をつけて並べ始めました。下の3番目の歯の移動も完了しました。そして細かい隙間を閉じています。こちらが装置を外した状態です。重なっていた2番目と3番目が綺麗に並んでいます。また上下の3番目の歯がしっかりと機能するような噛み合わせになりました。最後に正面から見た変化です。3番目の犬歯は歯の根っこが比較的長い歯です。通常下の犬歯は歯の字の方向に向いているのが好ましいのですが、このように逆歯の字の方向に向いていると骨の中にある長い根っこを後ろにずらさないといけないため、結構時間がかかる場合があります。まずは上に四角い装置をつけて4番目の歯を抜いて3番目を軽く引っ張っています。だんだんと2番目と3番目の重なりがなくなってきました。そして下にも四角い装置をつけて3番目の歯をゆっくりと引っ張っています。この時に3番目の歯の向きを意識しながらゆっくりと引っ張っています。上の3番目の歯の移動が完了し、前歯が並ぶ隙間ができたので前歯に四角い装置をつけてワイヤーを通しています。下は引き続き根っこの位置を意識しながらゆっくりと引っ張っています。だんだんと前歯の逆の噛み合わせも治ろうとしています。そして下の3番目の歯の向きも良くなってきています。ある程度下の3番目の歯の移動も完了したため、下の前歯にも四角い装置をつけてワイヤーを通しています。前歯が並んできて細かい隙間を閉じるようにしています。こちらが装置を外した状態です。逆歯の字だった下の3番目の歯の向きも改善されて、しっかりと噛むようになりました。刃歯の状態が治ったことで歯ブラシがしやすくなり、清潔感のある口元になりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。